本日のメインイベント 3WA 世界タッグ選手権試合60分3本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム極門刀165パンス渡辺同じく5本と世界の女性210パースブルー中野赤コーナー選手権チーム145パース下田同じくデンジャラスクイーン155パース北斗晶チャンピオン北斗晶下田美馬組にですね、チャレンジャーといたしまして、ブルー中野渡辺智子の挑戦者を迎えるわけなんですけど、この一戦は小川さんいかがですかね。そうですね、いろんなテーマがあると思うんですが、まあはい、まあ、挑戦者のブルー渡辺の指定コンビですよね。はい、はい、いきなりいきなり来ましたね。なんとキャノンボールバスターですか。キャノンボールバスター一発でこれは偉大でしたね。鍋が乗ってるということですよね。あ、今私もその話をしようと思ったんですよ。このタッグリーグ絶好調の渡辺、はい、こうもういきなり来るときに現れましたね。まあ、北斗と下田のタッグも北斗がベルトを2本預かっているという、はい、まあ、下田チャンピオンでありながらベルトを持てないという。なるほど、それは何か、うん、あのやはりこうまだまだ、まあ、不甲斐ないということで。なるほど、まあ、北斗はベルトを与えないという、その辺がいかにもあの厳しい北斗らしいところですよね、はい、だから北斗の気持ちとしては下田がやっぱチャンピオンにふさわしい試合をしたならばベルトを巻いてあげるよという親心というか、はい。なるほど、このあの北斗下田組はあれですよね、あのタッグリーグもこのチームでエントリーしてますから、はい、ここはあのタッグチャンピオンとして是が非でも勝ちたいところですよ ね。一方あの渡辺はこの試合が 3WA のタッグに初挑戦です ね。 そうす、あとブルも約3年以上挑戦してないですね。なるほどなるほど、もうブルはこの渡辺智子の成長を見届けて、まあ、自分がもうまずあの渡辺をメインにこう力を押し出したかったっていう。あ、下田が動けませんね。そして注目の北斗ブル、名古屋の北斗ミックスすごいですね。北斗も3年以上試合してないですから。ああ、なるほど、待ってましたと渡辺、はい、北斗ゴールが起きておりますけど、この辺のもう睨み合いだけでも雰囲気が違いますね、はい、これはボディミックスですね。はい、まま落とした、はい、北斗の体が一回転しましたね。北斗とブルーの試合っていうのは日本では久しぶりですよね。そうですね、今の下田の伸びのあるところ、はい、素晴らしかったですね。北朝鮮ではやってますけどね。そうですよね、はい、今あの、あっ、渡辺のクロスボディ、この辺が、はい、行くぜー、渡辺が孤立でした。なんか方向見失っちゃったかなっていう。そうですね、下田が
やり返しましたね、はい、5秒、2分5秒片井村さんで下田美馬選手の取り勝ち。分かりました。両チーム1回1の対スコアでございます。両チーム1回1の対スコアでございます。勝負が早いですね。そうですね。やっぱり北斗もブロもベテランですから、はい、やっぱりこの下田渡辺のような風にはやっぱスタミナちょっとやっぱりないですから。なるほど。やっぱり速攻勝負じゃないですか。なるほど。この辺は両チームとも作戦通りということですよね。駆け引きですよね。はい。あーっと渡辺が、まあはい、なんか勝負は本当に3本目からっていう感じしますよね。なるほど。さあ渡辺が目がうつろですね。呆然状態、うん、ちょっとブルが心配そうに歩み寄ってますね。出ますでしょうか。なだれ式は本当に真っ逆さまでしたね。危ない角度でしたよね、はい、これはちょっとまだエンジンがかかってないというかちょっと危ない状況ですよね。まあ、お互いのコンビの味というのはあまり見えないですよね。そうですね。この辺、下田もやはり京都の京都みたいに狙ってますよね。はい。これはやはり渡辺としては流れを変えた、はい、これはもうこのコンビのお箱ですよね。ですね、はい、な課長ですよね。そうですね、はい、下田もやはり大きいだけあって動きがダイナミックですよね。ああそうですよ。下田も体重もアップしてますから、はい、やっぱりブルと北斗はこれは下田と渡辺にを試してるような感じですね。なるほど。自分たちあえてこう出ないで、はい、お前たちやってみろと、はい、どこまでできるのかと要所要所だけ出ると、はい、あの野郎うわ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 この辺はあこれは刺身どこですか。チームと腰を落としますね。やはりそういう意味でも先ほどおっしゃった小川さんの言葉通りブルとしてはこう安易にカットには入りませんよね。そうですね。鍋の頑張りを、まあね、おかまわりなので、はい、鍋頑張ってないぞという言葉を出した鍋が頑張って姿はブルですからね。あえて入らないと。なるほど。もう一度リング中央に戻しますね。きっちり決まったぜ。まあ親心ですよね。なるほど。さすり固めあれですね。中野さんの技ですよね。そうですよね。中野さんの技ですね。さすがですね。対照的に動かないブルに対照的に下田は積極果敢にチャレンジと、はい、これはやはり試されてるものとしてはいいんじゃないですか、ね、そうですよね。やっぱ動いて動いて、なるほど。苦しそうな表情を浮かべてますね。どうですか今の。うん、分かってますよ。気力で返したという感じですね。やっぱりね、ここは本当半年間の渡辺智子の成長っていうか、気迫は著しいですよね。そうですね、はい、こう決して体というか背は大きくないんですけど、はい、こう気迫でプロレスをしているというのは十分伝わってきますよね、はい、もう北斗と下田もいいチームですね。そうですね、はい、今のもこうロープをうまいこと利用して、はい、効きますよね。裏返らない。渡辺智子というのは偉大性の選手ですよね。そうですね、はい、素晴らしい。しっかりメインメンターの仲間ですよね。そうですね。渡辺
辺の魅力っていうのはやっぱ今みたいな瞬発力でしょうね。はい、あとブル中野もやっぱりこう弟子ですから、はい、ブルイズムというかああいうブルファイトですよね。これを小川さんちょっと解説してください。ブルーザーアンヘリットですね。はい、はい、要するに、まあ、ブル式のなんて言ったらいいんですかね、複合技ですよね。自分天井ですよ ね。ブルはあれとオリジナル多いですよね。をマスターする天才ですから。あーなるほど、その辺はやはりいつもプロレスのことを考えてるってことなんですよね。投げ捨てた。ブル復活ですね。そうですね、これはブル様もあれですね、取りに行ってますね。そうですね、やっぱり鍋ばっかり任せてられないですよね。そうですね。これは神田さんじゃないですか。ですね、危ない角度で決まりましたけど、5分経過。そしてトリックドロップの要領で前に落としてきましたね。ブル式のなんですかね、コブラみたいなもんですよね。そうですね、これは逆に座らされてる分きついですね。これはスリーパーですね。ここで鍋を呼び込んでツーブラドル、同じことやりますかね。お返しかな、先ほどのお返しですね。ブルがここまでやったんでこうちょっと渡辺もあれです。